1869年、ドイツ日本の日清丸による調査捕鯨捕鯨を行うときに森を発射する捕鯨法。捕鯨とは、クジラを捕獲することである。いわゆるイルカを対象とするものも含む。現在、大型捕鯨と小型捕鯨に分類されることがある。また、国際捕鯨委員会は、アイクルー締結国の大型捕鯨を、一商業捕鯨、二調査捕鯨、 三原住民生存捕鯨の三つに分類している。分類期限前から捕鯨を行う民族がいたと推察される遺跡が発見されている。日本では縄文時代の遺跡からクジラ類の骨が発見されており、韓国のバンガメ大岩国画にも戦死時代にクジラ漁が行われていたと見られる図がある。ヨーロッパでは11世紀にバスク人による捕鯨が盛んになった。 かつては主に芸肉や芸油採集目的で行われていた。歴史現在は国際捕鯨委員会、加盟国において管理対象の13種類の大型クジラ類については日本、ノルウェー、アイスランドに加えて原住民生存捕鯨枠によりアメリカ、ロシア、デンマークの北極圏先住民族が継続している。韓国では本格により多くの2000頭近くのクジラが 漁獲されており、事実上の捕鯨国となっている。またこれは、本格を装った違法捕獲を非難する声も上がっている。国際捕鯨委員会、非加盟国においては、管理対象種の捕鯨は、フィリピン、インドネシアが継続しており、カナダは、先住民の申請があった時に言っている。その他、国際捕鯨委員会の管理対象外の71種類の、 いわゆるイルカなどの比較的小型のクジラ類については、各国の自主的な水産資源管理に委ねられており、その詳細は把握されていない。世界自然保護基金によると、IWC のモラトリアム以降、捕鯨によって殺されたクジラの数は、1986年から2008年で31,984頭とのことである。1986年から2008年まで、 殺されたクジラの総数も、調査捕鯨にて殺された数も右肩上がりに増加した。国際捕鯨委員会は、国際捕鯨取締条約定約国の大型捕鯨を3つに分けて表現している。商業捕鯨明確な定義はないが、事実上にと3を除くすべての捕鯨。調査捕鯨アイクルー第8条に基づく、定約国の特別許可による捕鯨。 原住民生存捕鯨アイクルル不評第13項に基づく IWC の特別許可による捕鯨。近代においては、捕鯨方式により次のように分けられている。母船式捕鯨洋上でのクジラの解体、加工能力のある船を使用して行う捕鯨。沿岸捕鯨陸上施設で解体、加工する捕鯨。基地式捕鯨。さらに、大型捕鯨と小型捕鯨の分類があるが、 これには若干異なった三つの定義が存在する。大型捕鯨、積極的な定義はない。小型捕鯨、動力船と捕鯨法を用いて、ミンククジラ、トックリクジラ、赤棒クジラ、ゴンドウクジラ、シャチを専門的に捕獲する捕鯨。大型捕鯨 IWC の管理クジラ種を対象とした捕鯨。具体的には全てのヒゲクジラ類、マッコウクジラ、 北トックリクジラ及び南トックリクジラのいずれか一つ以上を対象とする捕鯨。小型捕鯨から1以外のクジラを対象とする捕鯨。大型捕鯨業動力漁船により、捕鯨法を使用して、ミンククジラ以外のヒゲクジラまたは、マッコウクジラを取る漁業で、母船式捕鯨業以外のもの。小型捕鯨業動力漁船により、捕鯨法を使用して、ミンククジラまたは、 マッコウクジラ以外のハクジラを取る漁業で、母船式捕鯨業以外のもの、母船式捕鯨業処理設備のある母船などと、捕鯨法を使用して、クジラを取る漁業。古代から商業捕鯨モラトリアムに至るまでの捕鯨史について記述する。ノルウェーにおいては、紀元前3000年以降と見られるイルカ、またはクジラを描いた洞窟壁画が発見されている。 この内クジラはいずれも小型の白ジラ類であると見られ、周期的にフィヨルド内へと回遊していた個体を捕獲していたと考えられている。朝鮮半島の南東部、京商南道においてクジラを描いた洞窟壁画が存在する。これらの岩壁画は、青銅時代から鉄器時代にかけてのものとみられ、金属器を用いて比較的大型のクジラを捕獲していたとされる。日本でも、 縄文時代の遺跡からクジラ類の骨が発見されており、一部では大量のイルカの骨が集中的に出土していることなどから積極的な捕獲がすでに始まっていたと推測されている。弥生時代の捕鯨については、長崎県に岐市の春の辻遺跡から出土した弥生時代中期の亀館に捕鯨図らしき、 戦国のあるものが発見されており、韓国版ガメダイの岩国画に見られる、戦死時代捕鯨図との類似性もあることから、日本でも弥生時代に捕鯨が行われていた可能性が高いと考えられるようになった。また、オホーツク文化圏でも古くから捕鯨が行われていた。16世紀の捕鯨18世紀グリーンランドにおける、捕鯨18世紀オランダ戦による、 北極クジラの捕鯨工法の島は、ヤンマイエンジマイベリア半島北岸のビスケー湾に居住するバスク人による捕鯨は、一般的に11世紀頃にノルマン人から伝習されたのが起源であるとされている。文献としては11世紀からバスク人が独占的に捕鯨を行っていたことが分かっており、したが、貴族層の嗜好品として、芸肉は沿岸住民の食用に供されていた。 13世紀に入ると、バスク人による捕鯨業はさらに発展拡大した。当初は日本での例と同様に、北方へと回遊するクジラを漁獲していたが、漁場は、ビスケー湾だけでなく、大西洋にも及び、大西洋北部のニューファンドランド島や、ラブラドル沖における漁場を開発するなど、1560年代には、その最盛期を迎えた。鉄につぐバスク第二の輸出品として、 ゲイを中心とした核部位はヨーロッパ全域へと販売された。バスク人に対して国王から独占権を与えられる代償として主治の課税も設けられた。この頃のヨーロッパにおいてゲイは主に東海王として用いられていた。この他には髭が甲冑、帽子、コルセットの骨などの装飾品に利用されている。1570年代には50隻余りの捕鯨船が来た。 大西洋で活動し、捕鯨業に関わる人々は4000人にも上ったと推定されている。クジラの群れが発見されない場合の経済的リスクが大きかったため、バスクでは捕鯨船の選手、偽装と販売を担当する商人、船長及び乗組員の3社でコスト取り益を3等分する仕組みが取られていた。さらに1公海ごとに保険がかけられており、 その保険率は15%程度に定められていた。この後30年ほどの間に、バスクでの捕鯨は激減してしまう。この原因は、クジラの減少、ユグノー戦争や80年戦争の影響のほかに、捕鯨業がさらに大規模化したために、資本の薄いバスクが不利となったことなどが挙げられる。以後、バスク人は、他国の捕鯨船に船員として乗船する形態になっていった。 1590年代にオランダのウィリエム・バレンツは北東航路の開拓を目指し北極海への探検航海を繰り返した。彼はこの過程でスピッツベルゲン島を発見し、その付近に大型の北極クジラが生息していることを確認した。北東航路開拓そのものはその後イングランドの探検家によって不可能であることが明らかとされたが、 理想的な捕鯨場を発見したオランダ及びイングランドの捕鯨船団がスピッツベルゲンへと向かった。イングランド船団を運営するロンドンのモスクワ会社はジェームズ1世から特許状を獲得しバスクの熟練乗組員を用意大砲20門余りを装備したク略船たる捕鯨船を急行させ公海における量の自由を訴えるオランダ船から特許状を掲げて獲物を回収した。 オランダ船もバスク人を雇い入れ捕鯨船を武装化し、スピッツベルゲン島周辺におけるイングランドとオランダの争いは武装捕鯨船同士の争いから軍艦の出動にまで発展したが、1618年に成島の分割とその沿岸海域での捕鯨独占権を相互に承認することが定められた。1630年代後半になると、早くもスピッツベルゲン付近の北極クジラが、 枯渇し始め、捕鯨船団は、グリーンランド西部のデーディス海峡から、ノルウェー沖に至る北、大西洋を、クジラの姿を求めてさまよった。波の高い外洋を乗り切るため、捕鯨船は、大型化、補強され、捕殺したクジラは、船の脇で解体されて油側がたる詰めされた。1650年頃以降に出船数はピークに、達し。 毎年250から300隻の捕鯨船が失業して1500から2000頭の北極クジラを捕獲していたと見られる。1680年代になると一時的にオランダの優位が確立した。オランダの捕鯨会社はヨーロッパの原油市場を独占し、その利益はアジアとの更新料取引を上回るまでになった。スピッツベルゲンに設けられた 捕鯨基地スミイレンブルクの漁機には港がクジラで埋め尽くされ数千人の労働者が昼夜制油作業に従事していた18世紀後半に捕鯨を再開したイギリスそしてアメリカの捕鯨船も加わり20世紀に入ると大西洋におけるセミクジラと北極クジラはほぼ姿を消した世界の海上覇権を握っていたイギリスの捕鯨船は太平洋へも進出し バフィン島付近において新たな捕鯨場を発見することになる。北米大陸東岸では17世紀中頃、マッコウクジラから良質の原油が取れることが分かり、セミクジラと並びこれを捕獲対象とした捕鯨が開始される。北米でも当初は沿岸捕鯨から始まったが、資源の枯渇から18世紀には大型の搬送捕鯨船を元船としたアメリカ式捕鯨へと移行する。 この捕鯨は主に油を採取しに行くはほとんど、捨てるという商業捕鯨であり、クジラのすべての部分を利用するものではない。創業海域も太平洋が中心となり、新たな資源を求めて太平洋全域へ活動を拡大していった。北ではベイリング海峡を抜けて北極海にまで進出して北極クジラを捕獲し、南ではオーストラリア大陸周辺や、 南大西洋のサウスジョージア諸島まで活動した。日本周辺にも1820年代に到達し、極めて資源豊富な漁場であるとして、多数の捕鯨船が集まった。創業海域の拡大に合わせて、捕鯨船は、排水量300トン以上に大型化し、大型のカッターでクジラを追い込み、森で捕獲し、船上に据えた炉とかまで川などを煮て採油し、採油した油は、 船内で製作した樽に保存し、浸水を出先で補給しながら、母港機構まで最長4年以上の航海を続けるようになった。捕獲用器具としては、手投げ式の森に加え、1840年代に、昨夜付けの森を発射するボムランス銃と呼ばれる、捕鯨銃が開発された。捕獲対象種には、コククジ鯨や、セミクジラザトウクジラも加わり、ゲイユと、 クジラヒゲの需要に応じて捕獲対象種の重点が決定された。19世紀中頃には最盛期を迎え、イギリス船なども合わせ太平洋で創業する捕鯨船の数は500から700隻に達し、アメリカ船だけでマッコウクジラとセミクジラ各5000頭、イギリス船などを合わせるとマッコウクジラ7000から1万頭を1年に捕獲していた。 南大西洋ではアザラ資料も副業として行い、アフリカから奴隷を運んではアザラ資料に従事させ、その間に捕鯨をしていた。捕鯨船の母校となったナンタケットやニューベッドフォードは大いに繁栄した。ハーマン・メルビルは1840年からアメリカ船の乗組員として働いた経験ももとに、白鯨を執筆した。 また、アーサー・コナン・ドイルは1880年頃にイギリス船の船員として働いていた。太平洋においても大西洋の場合と同様に資源の減少が起きた。カリフォルニア周辺岸のコク,クジラは激減し、マッコウクジラやセミクジラも大きく減少した。こうした資源枯渇に加え、ペンシルベニア州での油田発見による投下用の原油需要減少や、 北米西部でのゴールドラッシュに、捕鯨労働者の多くが転向したことにより、アメリカにおける捕鯨は、衰退に向かった。和歌山での伝統的捕鯨を描いた、絵日本でも、西洋とは別に独自の捕鯨技術が発展した。8世紀の奈良時代には、文献上に捕鯨を意味する、サナな鳥の枕言葉が出現している。初期には、月鳥式と称する森を用いた、捕鯨法で、 16世紀には、捕鯨専用の森を使うようになっていた。江戸時代に入った17世紀初頭には、水軍から派生した専門的な捕鯨集団、クジラ組が各地に出現した。17世紀後半には、網を用いて、クジラを拘束してから森で仕留める、網取り式と呼ばれる技術がクジラ組により開発された。捕獲対象は、初期には、 西洋と同様にセミクジラやコククジラであったが、網取り、四季捕鯨の開発後は、遊泳速度が速い上死亡すると水に沈んでしまうため捕獲が難しい流すクジラかのクジラまでも対象とできるようになった。クジラ組は捕獲から解体、原油抽出、ゲ肉塩漬けなどの商品加工までを行う、数千人規模の巨大な組織となり、フンからの支援も受けていた。 再開捕鯨における最大の捕鯨基地であった平戸藩、行月きき島の駅含みにおいては、前世紀に200隻余りの船と3000人ほどの河口を用い、持ち、強争から幕末にかけての130年間における漁獲量は2万1700頭にも及んでいる。また分世紀に、高野長英がシーボルトへと提出した書類によると、再開捕鯨全体では年間300頭余りを捕獲し、 1頭あたりの利益は0千両にもなるとしている。ただし、このような多数の労働者を必要とするクジラ組による古式捕鯨は、その経営維持が難しい面もあり、経営難から解散に至る例もあった。日本の古式捕鯨は、甲府調の波もありつつ19世紀前半にはピークを迎え、徐々に衰退。明治時代末には後日のノルウェー式捕鯨にとって、 変わられた。捕獲されたクジラからは、原油が生産されて、農業資材や灯油などとして全国に流通したほか、ヒゲも様々な工芸品の材料として使用された。さらに、芸肉は食料としても利用されており、中でも保存性の高い皮脂やヒレの使用漬けは広範囲に流通していた。セミクジラなどの資源が各地で枯渇したのに対し、 遊泳速度が速く捕獲が困難な上死亡すると水に沈んでしまう流すクジラ科のクジラ類は資源が豊富に残っていた。そこでこれらを捕獲するために1864年にノルウェーのスベンドホインが開発したのがロープ付けの森を発射できる捕鯨砲と動力付けの捕鯨船を使用するノルウェー式捕鯨である。最初にノルウェー沿岸で行われて 成果を上げた後、アイスランドやフェロー諸島でも使われ、最終的には全世界へと広まった。20世紀初頭に、ゲイユの効果技術が開発されると、石鹸やマーガリン原料として、ゲイユ需要が拡大し、捕鯨も再び栄えるようになった。ノルウェー人の捕鯨船員は、各国の捕鯨船乗組員として広く採用され、1920年代後半までは、 多くの捕鯨国で欠かせない存在であった。1903年には近代的な採油設備を搭載した捕鯨母船が実用化された。これにより基地設備のない場所でも捕鯨を行うことが可能となった。遊泳速度の比較的遅いザトウクジラを皮切りに、白ガスクジラなどガスクジラ科のクジラ類も次々と捕獲され、急激に資源が減少していった。 資源枯渇に対し、再び創業海域変更による産業継続が図られ、大西洋を南下した捕鯨船は、サウスジョージア諸島やサウスシェトランド諸島に基地を設けて活動した。20世紀諸島には、これらの島を拠点に、手付け数に近かった南極海での本格的な捕鯨が始まった。まず、ノルウェーが創業を始め、すぐにイギリスが続いた。 1923年にはロス海にノルウェー船団が進出した。イギリスは南極周辺で領有権を主張し、ノルウェー捕鯨船の排除を試みたが、ノルウェーは洋上でクジラを収容して解体できるスリップウェイ付けの捕鯨母船を1925年に投入し、公海上での捕鯨で対抗した。この新型捕鯨母船はイギリスも採用するところとなり、 1930年には両国合わせて40隻近い母船と200隻以上の捕鯨船を南極海に出業させた。ノルウェーとイギリス以外の国も南極海での捕鯨に関心を抱き、1934年に日本、1936年にドイツが捕鯨船団を出業させた。この後捕鯨の等数制限が起きた後、制限等数に至るまでに、 いかに自分の国で多く、クジラを取るかという捕鯨競争が活発になり、捕鯨オリンピック等と呼ばれることになる。南極海は他の漁場に比べて資源量が大きかったが、それでも乱獲により資源減少は生じた。雑踏クジラが最初の捕獲対象となり、1910、1 9十一年期には八千頭以上が捕獲されたが、九百十八年には二百頭以下に、 激減してしまった。以後は、白長スクジラが主たる捕獲対象となり、頂点となった1930年には3万頭近くが捕獲された。その後、白長スクジラは減少してしまい、1930年代後半には、長スクジラが頭数の上では中心となった。第二次世界大戦による2年間の中断後、1943年には、 ノルウェーが創業を再開した。イギリスと日本も捕鯨船団の再建を行い、1946年には新たにオランダとソ連、南アフリカも加わった。以後、1960年頃まで母船数は約20隻で、原油約40万トンが生産される状況が続いた。捕獲対象はシロナガスクジラの減少が止まらず、 完全にガスクジラが中心となり、ガスクジラは約2万8千頭の捕獲が続いた。南極海の通常型白ガスクジラはついに1963年に禁了となった。ガスクジラも1963年以降に捕獲が激減し、変わってイワシクジラが捕獲されるようになった。1976年時点の日本の南平用における捕鯨は、 業界の統合が進み、第2都南丸と第3日新丸の二母船による捕獲体制へと縮小した。当年より長スクジラも金量となり、捕獲割当当数も5488頭と全年度比10%減となっていた。捕鯨3円切ったアイスランドの捕鯨船。現在でも商業捕鯨を創業するノルウェーや調査捕鯨を実施している日本。 先住民が捕鯨を行っているアメリカ合衆国やカナダなど一部の国や地域では捕鯨が継続されている。ノルウェー国の公式捕鯨数及び1994から2006の同国のミンククジラの割り当て数、国際捕鯨委員会の商業捕鯨モラトリアム決議に対して国際捕鯨取締条約第5条に基づく異議申し立てを行ったノルウェーが1993年に 再開を宣言し、ミンククジラを対象に沿岸捕鯨を行っている。近年の捕獲実績は年に600頭前後で、2006、2007年魚期は1052頭の捕獲枠に対し、捕獲実績は545頭、2007、2008年魚期には597頭を捕獲した。アイスランドも IWC 再加盟に際して商業捕鯨モラトリアムに関して、 流放不死た年、2006年に商業捕鯨再開を宣言した。2006、2007年旅期から2008、2009年旅期までの3期で、長須クジラ系7頭と、ミンククジラ系45頭を捕獲。長須クジラ量を2009、2010年旅期に125頭、2010、2011年に148頭と、拡大している。なお、口実のようにアイスランドは、 調査捕鯨も行っている。なお2020年、アイスランドは沿岸の漁業禁止区域を拡大。このことを理由に、クジラ漁から撤退を宣言する企業も現れた。アイクルー第8条に基づき加盟国の権利として認められるもので、実施国政府が科学調査目的として特別許可証を発行して行っているものである。過去には、カナダやソビエト連邦などが、 調査保鯨を行ったことがあるが、近似を行っているのは日本及びアイスランドである。日本では、日本霊類研究所が主体となり、南極で、黒ミンククジラや、ナガスクジラ、北西太平洋でミンククジラやイワシクジラ、ニタリクジラなどを2019年まで、捕獲調査していた。2005年までは徐々に規模と対象種を拡大し、ピークとなった2005年度には、南極海で、 黒ミンククジラ856頭と、長スクジラ10頭、北西太平洋でミンククジラ222頭、イワシクジラ100頭、ニタリクジラ50頭、マッコウクジラ5頭の、計1282頭を捕獲した。年間の捕獲枠は、1987年度から2004年度までの南極海第1期調査では、ミンククジラが300頭から440頭、 2005年度から2013年度までの南極海第2期調査では黒ミンククジラが935頭、ナガスクジラが10頭から50頭、ザトウクジラが50頭であった。同じく1994年度から1999年度まで行われた北西太平洋第1期調査の年間捕獲枠はミンククジラが100頭、2000年度以降の北西太平洋 第2期調査の年間捕獲枠は、ミンククジラが100頭から220頭、イワシクジラが50頭から100頭、ニタリークジラが50頭、マッコウクジラが10頭であった。ジョルパ2は、調査保鯨には当たらないとする2014年3月31日の国際司法裁判所の判決を受けて、同年4月に、日本政府は、ジョルパ2の中止と2015年度以降に神経確認、 基づいて南極海で捕獲調査を再開することを決定した。また2014年度以降のジョルパン2の年間捕獲枠をミンククジラ100頭、イワシクジラ90頭、ニタリークジラ20頭の計210頭に減少させることを決定した。アイスランドは2003年から2007年にかけてミンククジラを対象に200頭を目標とした捕獲調査を行った。 各年度に25から60頭を捕獲し、計163頭を捕獲した。2012年7月に大韓民国は日本同様の科学調査を主体にした調査捕鯨を再開する方針を IWC 総会で示した。だが国際的な反発を受け中止している。アイクルー付評第13項に基づき IWC が設定した 原住民生存保鯨枠の中で行われているもの。現在設定されているのはアメリカ、ロシア、デンマーク、セント・ビンセント・グレナディーンの各先住民族によるものである。2008から2012年の捕獲枠はアメリカ及びロシア関係の北極クジラが5年で280頭、国ク,クジラが5年で620頭、グリーンランドが1年にミンククジラ約200頭と、 長すクジラ20頭、北極クジラ2頭、セントビンセントグレナリームがザトウクジラを5年で20頭、カナダのイヌイットにより捕獲された白イルカの解体、アイクルー帝約国の小型捕鯨と非帝約国の大型捕鯨、小型捕鯨が含まれる。帝約国の中では、デンマークのフェロー初等自治領でゴンドウクジラなどを対象にした捕鯨、日本の沿岸で土クジラや、 ゴンドウクジラを対象とした小型捕鯨業と、石イ,イルカを中心にしたイルカ漁業が行われている。捕鯨法を積んだ沿岸用捕鯨船を使う方法から、小型船からの手投げ式の森を使う方法、イルカ追い込み量などいくつかの方法が用いられる。また、アイクルーに拘束されない否定役国のフィリピンや、インドネシア、カナダ先住民、ソロモン諸島の一部なども捕鯨を継続している。 小舟と手投げ盛りによる捕獲のほかソロモン諸島などでは追い込み漁による捕獲も見られる。いずれも生産物の多くは伝統的な方法により共同体内で分配される。マッコウクジラやシャチを捕獲するインドネシアのレンバタ島の場合、分配後の芸肉の大半は農耕部族との交易に用いられている。以上のような積極的な捕獲とは別に、 他の漁業活動の際に婚核される場合がある。流し網漁でのイルカ婚核が絶滅を招く恐れがあるとして問題となったことがある。婚核されたクジラは漁獲対象外として廃棄処分になることがある。韓国では国内法で小型捕鯨を含む積極的捕獲は全面禁止しつつも根核鯨類の利用については許容しており、 2018年は1960頭のクジラが婚格された。また利用できる種類には制限があり、保護10種に指定されたクジラはいかなる場合も流通が許可されない。違法捕獲には3年以下の懲役に200万から2000万ウォンの罰金も課されるが、積極的捕獲も確認、検挙されている。2008年頃では年間婚格数200頭と、 同数に上る密量芸類が流通しているとみられる。それらの芸肉は、ウルサン、フザン、ホコウ、ソウルなど100カ所余りのクジラ料理専門店で使われているとされる。韓国での本格で捕獲されるクジラ種の多くはスナメリであり、さほど商品価値は高くないとされる。日本においてもガイドラインを守れば、本格された個体の利用は可能になっている。 捕鯨を継続して良いものか、捕獲数を減らすべきなのか、原則的には止めるべきなのか、といったことに関しては、様々な議論がある。クジラの料理昔から、山口県の長門市や下関市で捕鯨が盛んに行われていた。現在も下関市は、日本の捕鯨の中心地であり日清丸が、下関港を母港として活動している。捕鯨活動に関連して、捕鯨従事者など、 特有の文化が生まれた例がある。日本では、捕鯨従事者を中心にその地域住民に、捕鯨行為に対しての安全大量祈願や、クジラに対する感謝や、追悼の文化が、各地に生まれた。クジラ一頭七浦にぎわう、という言葉に象徴され、普段、クジラ漁を制御としない、海浜地域において、クジラを捕獲してその地域が、大量に湧いたことやクジラに対しての感謝や追悼を、 記念思構成に伝承していた例もある。他、クジラ歌、クジラ踊り、クジラ絵巻など、クジラ、または捕鯨に関する歴史的な文化は多数存在する。クジラ産品の用途一般については、芸骨、クジラ髭、鯨油を、食用、食文化に関しては、芸肉、芸骨を参照。愛媛県西洋市のクジラ塚。手前の柱の跡は、 明浜町教育委員会による説明版の後日本の宗教関連では、神羅万象を神とする考え方もあり、また人々の生活を維持してくれる作物や獲物に対して感謝をする習慣があり、クジラバカ、クジラ塚などが日本各地に混流されている。日本各地にクジラにまつわる神社がある。多くはクジラの以外の一部がご神体になっていたり、 捕鯨行為自体を神事としている神社などがある。中には、クジラの顎骨でいてきた鳥居を持つ神社もある。日本各地にクジラを供養した寺があり、俗称としてクジラ寺と呼ばれているものもある。多くはクジラの墓や戒名をつけたりなどしているが、クジラの過去帳を詳細に記述している寺などがある。中にはクジラ観音と呼ばれる観音を持つ寺もある。捕鯨のデザインが実施された、 ブリティッシュエアウェイズの旅客機、ありがとうございます。